サボる江戸の町、その近海に浮かぶ島がある。人々は浪人街と呼び蔑む。その島には無頼の戸が救い、無法の者が闊歩する町があった。公儀の目も届かぬその町は、いつしか覇業を名乗る者どもに支配され、利天橋と称するほどに変貌を遂げていった。今利天橋で新たなる矜持が始まろうとしている清四郎。
我らが悲願のため死んでもらうわ。いざ尋常に勝負。清四郎、次はない。今が全てだ。死んでみるかい。いざ尋常に勝負。ほら来なよ。ほら、逃げられなかった。清四郎、次はない。今が全てだ。僕の名前はターシャンマオ、よろしく。いざ尋常に勝負。Hey!
感覚を研ぎ澄ませ。清志郎、これが現実だ。お千代、私はここ。そう、そのまままっすぐ。イラつくんだよ、てめえ。いざ尋常に勝負。感覚を研ぎ澄ませ。死ね。勝負あり。清志郎、これが現実だ。あんまりはしゃぐなよな、俺の町で。いざ尋常に勝負。感覚を研ぎ澄ませ。なんだおめえ、全然ダメじゃねえか。勝負あり。清志郎、次はない。今がすべてだ。
ええから飛んでみ。いざ尋常に勝負。うらっ、いや、うん、うっ、うらっ、いや、うらっ、いや、うらっ、うらっ、うらっ、いや、うらっ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 、仕掛け仕掛け。感覚を研ぎ澄ませ。聖四郎、次はない。今がすべてだ。命の無駄遣いはよしな。いざ尋常に勝負。聖四郎、これが現実だ。久しぶりに血がたぎる。嫌いじゃないぜ、こういうの。いざ尋常に勝負。
れよ。行くぜ。せや。ほらよ。感覚を研ぎ澄ませ。清四郎、これが現実だ。何時孤独を受け入れよ。いざ尋常に勝負。あがなえ、あがなえ。感覚を研ぎ澄ませ。飛べ、飛翔せよ。そこは無限の領域だ。反射しろ、研ぎ澄ませ。まだだ。何時孤独を受け入れよ。いざ尋常に勝負。あがなえ。感覚を研ぎ澄ませ。清四郎、これが現実だ。私の話を聞いて。私の名はナコルル、光の巫女。あなたにお願いがあるの。今あなたの目指している人は恐ろしい人たちの仲間。その人たちの名前はハギョン三人衆、邪悪な意志を継ぐ恐ろしい人たち。20年前、邪悪な意志の元となった人物が現れたの。名前はおぼろ。その人物は今の世の中を混乱させて、強い者
ムだけが生き残る国を作ろうとしているわ。その時に終わるわ。邪魔になる私たち光の巫女を恐れて封印したの。お願い、私はもうこれ以上動けないから。でも、もう一人の光の巫女、彼女ならきっとあなたの助けになるはずよ。彼女はこの先で長い眠りについているわ。お願い、あの子を助けてあげて。名前はリブルル、私の妹なの。我らが悲願のため死んでもらうわ。いざ尋常に勝負。感覚を研ぎ澄ませ。感覚を研ぎ澄ませ。感覚を研ぎ澄ませ。我らおぼろ衆はおぼろ様と共に。反射しろ、研ぎ澄ませ。まだだ。